こんばんは、ムサオでございます。さあ、本日も引き続き無人島サバイバルプロジェクトキャスターウェイやっていきたいと思います。いや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 、皆様、私前回銅を作ることができまして、こちらよくわからないかもしれませんが、この私持ってるツールですね、斧とピッケルがついにブロンズの装備になりました。かまどでですね、ああ溢れ返ってるんだ、焼き終わると。こんな感じでですね、かまどに、それぞれのインゴットをですね、鈴も入れないとダメなんですね。ブロンズだけじゃダメで、ブロンズと鈴を両方一緒にかまどにセットすることによってできるという感じになりましたね。このカッパー、あ、そうか、なんかカッパー、ブロンズにカッパーセッティングして、カッパーセッティングして、でカッパーで、ここにティンって言われる鈴を、鈴鉱石ですね、これを重ね合わせることにより、ようやくこれでいけるという感じみたいです。でこれで火をつけてっていうのが分かったと。押し続ける、なんでだ、あれもない薪、あ、薪がないのか、落ち着ける、あ、これで OK ですね。よし、でこれで銅のインゴットができるということで、私は早速こちら作りました。でですね、作れるもの、前回ブループリントも結構拾ってるので、ブループリント系みたいな、ミートスモークトウス、あ、スモークってことか、あー、エクステンダッドベルト、スプリングをどうやって作ればいいんだろうな。スプリングの作り方が、インゴットからスプリングを作れるのかな。レザーは今、あ、そうだ、例えばレザー干してましたね、私。あとはアドバンストクラブケージ、あ、ケージね、あー、カニキャッチャーってことか、カニキャッチャーで、あとはマルスンスナックサック、スナックサック、これがよく分かってないですね。ウィスパーなんとかソーニング、これもこの2つがよくわかんないんだよね。これもわかんないですね。水筒っぽい見た目してるっちゃしてるんですけど、でこれはダブル、なんとかセードアックス、あ、両刃の斧ってことで、この辺はありましたね。あとはシャークサメ斧、あ、サメ倒さないといけないのか。シルバーインゴットがあれば、このトライデントっていう森かなこういうのはできると思うんですけど、まあ、ちょこちょこ増えてるようで増えてないような感じで、作れるものも増えてる。あ、そういえば前回私罠設置しましたよね。あれ、ここの拠点に罠は設置しませんでしたっけ。あれ、罠設置した気がしたんだけどな。あ、向こうの島か、罠設置したの。こっちに戻ってきたから私、こっちには罠、ここカモメ飛んでる気がしないんだけどな。これ一応ここにも、あ、飛んでるわ。あ、今飛んできましたね、今あいつ。これ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 、いや、蝶々ちょっと待って、カモメじゃなくてこれ蝶々だったわ、ごめんなさい、すいません、ちょっと無駄な摂取をごめんなさいね。こっちにじゃあ一旦、ここにもカモメ罠設置しとかなくちゃいけなさそうですね。じゃあこれで、これがどうも必要らしくて、これ何がいるんだと、ラージスティックか、ラージスティックはあるで、ラージスティックを回収したいんだけど、あ、ここだ、テイクエンプティ、あー、これで回収しますね、ラジスティック。あ、ちなみに川も、あー、回収できるじゃん、川、干した川ゲットしました。でこれで一旦持っていって、非常に疲れてる、睡眠が必要だ。あ、わかりました、わかりました、寝ます寝ます寝ます、ちょっとお待ちください。これで罠をセッティングしといて、ここでカモメは飛んでないけど、カモメをゲットすることができるのか問題と、私は今ちょっと喉が渇いてますから、飲み物が欲しいんだけど、全部飲み干してる感じかな。この辺の水絶対傷んでるよね、これ。これはちょっとさすがに置きっぱなし、ちょっとこれ危ないね。一回回収してバシャってやって、もう一回置き直した方が、これ絶対いいよね。これ回収して、飲んだ、は、あ、この葉っぱのやつは長押ししたら飲んじゃうけど痛まないんだ。あ、亀の甲羅水は大丈夫なのかな、そうすると。ああ、これはダメだ、このココナッツは、スライスしたココナッツはこれ危ないから、長押ししてこれ回収、あ、インベントリーフル、ああそういうことね、あ、長押ししとかなくちゃいけないってことなんですけど、このイカダの上に乗せなければ、これ、あ、これ回収して、ここは別にストレージは使えますもんね、イカダに乗せなきゃいいだけだから、焼き上がったインゴットはここに整理整頓して置いとくようにしましょうか。インゴット1個ずつなんだこれ。はい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 、これは石、これなんだろうな、なんかいろいろ
いろんなアイテム持ってるな。あー、蝶々の羽ね。あー、オッケーオッケーオッケー。で、レザーもついでに干しときましょう。睡眠が必要って言われてますから、ちょっと先に一旦寝ますか。ここで一旦寝て、今何時なんだろうな。これ毎回何時かわかんないんですよね。で、どっちでしょう、多分夜になると思いますから、12時間ぐらいがっつり寝てみます。時計が合ってるなら今3時12分なんで、ちょっと一回ガチコン寝てみますか。お腹空いてるから、お腹がやばいかもしれないんですけど、そのままがっちり寝て、あー、これで夜中の3時か。で、一旦セーブしますか。はい、セーブ完了でございます。おはようございます。で、火を焚いて、まずは電気つけます。電気じゃない、火をつけます。船が揺れるから窓が外れる。なんかつかない。もう一回。はい、オッケー、ついた。で、お腹空いてからご飯食べたいんですけど、ご飯がないんだよね、そういえばね。ここに来て、この島に来て、ちょっとお肉回収しに行きますか。あ、この島もカモメ飛んでる。見て見て、ほら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 、ここ小物ドラゴンがいたとこだよね。あ、カモメいるじゃん。あー、これ蝶々だな、カモメじゃない。あれはカモメだよね。カモメ飛んでるな。カモメワンチャン斧でやれないかな。一匹倒せれば、あ、カニいた。ちょっとカニご飯、カニご飯。今日の朝ご飯はちょっとカニご飯なんで、ちょっとカニは一旦やっつけさせてもらって、カニ回収して。飛んでるね。あ、この辺に罠設置しないといけないのかな。あ、着陸するぞ、あいつ。着陸せんのかい、ほんで。着陸せんのかい。あ、着陸したね。いや、低空飛行してるだけで。着陸、暗いな。着陸してなさそう。やばい、また雨降ってきましたね。という感じで、とりあえずカニご飯を食べないとまずいかな、時間的に。お腹空いてますもんね。一旦ちょっとカニご飯作りますか。よし、じゃあ巻きくべて、火つけるところから、 FF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  最近ココナッツしか食べてないから、久々に焼きガニ食べたいじゃないですか。はい、オッケー。でだ、ここにですね、暗くて見えないけど、どれだ、カニのボディ、カニボディとカニの手、カニの手、よし、いいですね。オッケー、できました。まずはカニボディ、カニ味噌かな、カニの爪、カニの爪、いただきましょう、いただきましょう。いただきます。うまいね。カニの腕も食べちゃうから、そのまま、いただきます。うまい、胃にしびるぜ。あれ、もう一個なかった、カニの腕。あれ、私のカニの腕はもう一個あったと思ったんだけど、暗くて見えないな、バックパックの中が。カニ、あれ、うっそ、今2本食べたことになってるもんね。このさ、松明を後ろにして、あれ、もう一個あったはずなのにな、なくなってますね。まあそれはいいか。あのね、前回ぐらいに、どんだけ前かわかんないですけど、この肉干しラック作ったじゃないですか。これずっとテイクローミートのままなんですよ。これ焼いたやつをここに刺しとくみたいな、保管庫みたいな感じなのかな。このなんか下に葉っぱがあるんですけど、ちょっと暗くてわかんないかもしれないです。この葉っぱはフィッシュって書いてあるんですよ。 ADD フィッシュ、これ葉っぱが燃料みたいな感じで、葉っぱを下に入れると上の肉が乾燥肉になるのかなと思ったんで、そういうわけでもなさそうなんですよね。これテイクするじゃないですか。テイクした、やばいやばい、なんか荒ぶってる、なんか荒ぶってる、なんか物理演算おかしくなってる。大丈夫、いかだでですね、ちょっと真っ暗で何も見えないんで、ちょっとせめて松明の近くに行けば川の中が見えるんじゃないか説。あー、うっすら見えますね。これローミートだもんね。ちょっと一回この肉焼いて、焼いた肉干しとくみたいな、一回焼かないといけないみたいな感じなのかな。はい、焼けました。で、このローミートじゃなくて、これでクックドミートにした状態で、だから干し肉じゃなくて、これなんだろうな、焼肉をここに干す。ちょっとなんかすごい荒ぶってんだけど、今日イカだ、大丈夫？すごい不安なんだけど。で、ここにですよ、肉、これで、これ、はい、設置しました。これでテイククックドミート。あー、だからこれお肉を干して作るんじゃなくて、え、なになになに、なに、え、なにこれ浮いてんの、この肉、あ、なんか浮いてる肉が、どういうこと、ネクスト、違う、エンプティ、あ、違う、え、なに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 、テイクローミート、テイクローミートして、この肉を、カバンに入った今焼くで、焼いた肉をここに、だから保存ボックスみたいな、保管ってことでしょこれ、結局は。これテイクだもんね。で、肉がちょっと一瞬浮いてなんかバグりますけど、ここで一回焼いた肉を、あの、まあ飛んでいかないように、ここでストレージみたいな感じなんだね。食料ストレージってことか。
でこれで全部肉焼けたかな、肉焼けましたね、肉焼けたんで、焼けた肉をここに干して、いくと、そういうことだね多分。これ今3つ焼けたんで、ここで干しとけばバックパック圧迫しなくていいよと。だから魚もいけるってことかにしても暗いな、朝プラス雨だからか、ちょっと仕方ないです。あ、でもただ雨は雨でもこれ水溜まるからありがとうございますじゃない、水が飲める。あ、そうだね、あ、しまった、あ、回収しちゃった。またこれでこう置いといて、これで押し続けるのはこっち、こっちは押し続けて飲むんですよ。あー、そういうことだね、押し続けて飲む、押し続けて飲む、飲む、飲んだ矢先に溜まってくからいいですね。あー、オッケー、これで水メーターもバッチリです。これよく見たらこれじゃない、エリートバードスネア、アンイージーウェイトキャッチバードって書いてあるよ。バードってそういうことだよね。ウィザーなんとかプロバビリティザンアノーマルバードスネア、鳥刺しってこと、なんだろうね、これで鳥捕まえれるってこと。なんか真っ暗でな、それこそ何も見えんすけど、この横、いやでもこれも結局鳥がいるところに設置しなくちゃいけない。これもさ、鳥いるところに設置しましょうか。鳥、あー今一撃当てれたのに、鳥、あの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 鳥、あーくそー、やっぱ斧一撃じゃ無理か。やっと明るくなりました。さてと、今回の目的はあのカモメなので、とりあえず斧で殴ってもやっぱ一撃じゃやりきれないですね。止まったところ、着陸したところのタイミングで斧で一発殴ってみたんですけど、やっぱ一撃斧じゃ火力が足りないということで、私はスピアを作ってみたいなと。あー、スピア、スピア、あ、ブロンズスピアが作れるようになってました。待ってよ、ブロンズ、これだ、2番、はい、こちら、いやー、これでつつけばカモメやれるんじゃない。待て待て、カモメが飛んだ、着陸する、しない、着陸しない、これ投げれるんだよ、やり投げして、お、カモメ飛ぶ、カモメ飛ぶ、止まった、ここ、うわ、今ちょうけい、やった、カモメゲットした、これで羽、よーし、羽もゲットできますね、鶏肉もゲットできます、やったぜ、カモメゲットだ、どこ行った、どこ行った、どこ行った、初めてのカモメ来ました、シングルベーク、これかな、あ、ローバードミート、これなんだろうね、なんか拾ってますね。おー、これは羽だね。よし、これで槍が作れる。すごいよ。いや、槍じゃない。弓矢の矢が作れるんだ、これで。よし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 。槍2発だな。これでもやっぱ、斧と同じ火力ぐらいですね。斧で1発、パツイチ殴ってもダメだったんで、2発目。あ、びっくりマークありますね。びっくりマークで、瓶拾っといて。これで弓作ったら、カモメか。あ、来た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 、カモメ。着陸。着陸したところを狙う。あいつ加工したな、加工した加工した加工した、あーでも止まらないか、うわー結構飛んでるんですけどね、この辺に設置した方がいいのかな、鳥、ちょっと一回戻って弓矢の矢作りますか。スピアとシルバーも結局ないんですもんね。で戻ってバナ、あ、わー、ちょなんでやねん、罠引っかかっとるやないかい、ここで。ちょっとこれ取れる、取れてるじゃん。しかもさ、夜のうちに仕掛けといた、こっちにも止まってるわ、罠。ああ、こっちは、あはははは、カモメ大量や。これあれだね、時間がかかるだけなんだ。おっしゃ、カモメ大量ゲットだ。あ、やばい、カバン、あ、カバンパンパンだな、カバンパンパンで、インゴットがなんかダブってんのか。あ、インゴット1マスずつしか無理なんだね。とりあえずカニ爪食べといて、インゴット拾って、羽拾って、あー、すごいわ、これ無限に、いや無限にセッティングできる、あー、こりゃいいな。じゃあ時間がかかるだけなんだね。だから場所は特に関係ないっぽいですわ。カモメが上飛んでるかとかじゃなくて、あ、よし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 、とりあえずちょっとカバン整理整頓しますね。よーし、そうなったら焼き鳥、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 焼き鳥食べようぜ、焼き鳥食べようぜ。いや、カニ肉とあとカメ肉ばっかりしか食べてなかったんで、今までちょっとちょっとちょっとなんか挙動がおかしい。ここで本日は鶏肉でございます。鶏の胸肉かな。あとこっちにも鶏肉ありますから、よーし、チキンだぜ。燃料くべてファイヤースタートして、よし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 、いいよ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 、
ファイヤーオーケー、これで鶏肉が焼けてきております、焼けてきております。皆さん食べたかったよね、チキン。よし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 、焼けた鶏肉、鶏肉焼けたぜ。で、1個保存食にできるのかな、これ。テイククッドミートだから、これ、あっ、よし鶏肉セットできる、やった大量だぜ。これあと、こっちのお肉も、まあ干しときゃ、とりあえず焼けば傷まないんで、この辺は取っちゃってだよ。で、また罠設定、またかかってる、大量だあ、違うわ、これ取ってなかっただけだ。あ、ごめん、これさっき仕留めたカモメだね。向こうの鶏肉を使ったんだよね。こっちは取ってないわ。あ、いや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 、これ回収して回収して、なんか鶏のなんか骨なんだろうな、なんか手に、これなんだろう、シーグルベーク、なんか鶏の何かを手に入れてますね。くちばしかな、あー、鶏のくちばしっぽいな、これ。ほら、なんかゲットしてるんですよ。ただでも使うものが何もないので、なんか増えてます、私。よし、こっちも鶏肉と羽とくちばしかな。で、もう一回これをセッティングしといて、これ無限期間だな。よし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 、向こうは向こうでセッティング終わってますもんね。よーし、これで食べ物困らなくなりましたね。で、そのまま、当初作りたかった矢作ろう。矢は、あ、出た、ストーンシェードか。あれ、私ストーンシェードって、ここの島の在庫はストーンないので、持ってきたやつある？あー、ちょっと待って、ここに何かあるな、何かあるけど、これ石じゃない、これはストーンシェード。うわ、カッパーか、石、あー、これ鈴だもんな、やばい。まずいですね、ちょっと待てよ。石石石石、ストーンシェードなるものはですよ、これゴールドでしょ、これ花崗岩で、で、鈴のゴールド、どう？やばい、石がない、石がなくて、ローバードミート、あ、肉も焼かなきゃ、もう忙しくなってきましたね。とりあえずくちばしはここら辺に、くちばし置いといて、すぐパンパンになっちゃうから、これくちばし置くじゃん。これは、カッパ、やばいな、この島確か石なかったんですよ、もう。やばいですね。とりあえず、先に肉焼いとかないと傷んじゃうので、ちょっと先に肉焼きましょう。はい、お肉焼けました。じゃあ、お肉持った状態で、ちょっと石探してきますね。もう多分ないと思うんですよね、この初期島、石が。あった、石！貴重な石見つけました。あ、こっち側にまだあるぞ。まだもう一個見つけました。二個目。あ、ナイス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 。見つけにく。このジャングルの中を、走り回って足元見て、石を、かすかに見える石を拾わなくちゃいけないけど、まあとりあえず、あ、これスモールスティックか、違うな、石じゃない、これは、これ何、これ、あ、カタツムリいる、ほら、エスカルゴがいる、エスカルゴ、いや、エスカルゴはいいんだけど、石見つけるの大変だな、やっぱり。まあでもとりあえず2個はゲットできたのと、あとびっくりマークがまた出てます。なんだこれ、カセットテープ、そして古代のランタンみたいなのゲットした。なーにこれ、みんな、なんかランタンゲットしました、私。やば。え、これちょっと待って。ちょっとなんかめり込んじゃう。え、なんかなんでこれ向きがおかしいのこれ。なんか、あの石持って帰りたいんだけど、ランタンじゃなくて、私石を持って帰りたいんだ、拠点に。で、ランタンはいいんだよ。ランタンとりあえず一旦置いていい、これ。ちょっと一回ランタン置いて、ここでちょっと石を先にだよ。こう投げて。で、割ってしまえばカバンに入りますから。で、これを回収。初期島にこんなんあったんだ。これは知らなんだ。ここほら。まだなんかある他に。びっくりマグなかったらこれ分からんすね、マジで。オッケー。とりあえずこれで回収できたかな。これ沈没船側ですもんね。まだまだ隠されてますね、いろいろ細かく見ると。これは分かんなかった。とりあえず一回戻って、矢作ろう、矢。ランタン拾ってきたランタンどうしようかな。どこに置くんだ、これ。しかもなんか置けないな、ランタン。あ、これ壁にくっつけるのか、これ。あ、落ちる。あ、落ちる。2個目です、なんか。古代の遺物。これ、古代のランタンと古代のこと。ゲットです。で、続きまして念願のアロー。そうするとこれアロー大量に作れるんじゃない？何本使うんだろう。とりあえずアローはどこにしまうことになるんでしょうね。あ、ここね。あー、ポケットにしまうんだ。はいはいはい。で、私弓どうしましたっけ。弓、あらららららら。だから一旦、槍を置いて、弓回収して、
これで弓矢をセッティングで引けるこれ。あ、引けるわ。ナイスナイス。でこの弓を使ってだよ、またカモメを仕留める。まあでもカモメほっときゃここに捕まってくるんで拾えるじゃないですか、カモメ。カモメ矢がどれだけ貴重かっていう話なんですけど、前々回ぐらいに虎なのかタイガーなのかヒョウなのかいろいろわかんないんですけど、あ、いたじゃないですか、あの子、ジャガーか。ジャガーをちょっと倒したいんですけど、これで。あ、止まった。あれも蝶々だもんな。これ矢って回収できるのかな。とりあえず、カモメが止まると思うんで、止まったカモメ。うーわー、ざっくりな感じだろうな、きっと、この矢。ユミヤスタミナが別に特に減るわけではないので、あ、そこにカメいるな。カメやっつけてみましょうか。矢でどのぐらいの火力あるか、どういう飛び方するのかな低いな。あ、回収できますね。あ、カメ走った、カメ走ったぞ。しかもこれ当たってる、これ当たってる、あ、当たった当たった当たった、刺さる、刺さってる刺さってる、カメに刺さってる。しかも槍回収可能だな、槍っていうかこの矢。あ、ってことは何回も何回もこう亀刺しできるわ。あ、オッケー、ごめんね、なんかオッケー。じゃあせっかくなんで亀肉もちゃんともらっていきましょう。オッケー。せっかく仕留めた亀もちゃんと残さずね、余すところなく食べていきましょう。これで今お腹パンパンなので、これ亀肉焼けたら鶏肉もこれもうこれ予備にしといた方がいいよね、干しといた方がいいよね。なんかすごい状況になってきてますけどあと魚も置けるっぽいんで、魚も本当はゲットしたいですよね。あ、焼けました。でこの肉もここに干しといて、結構な非常食やで、これ数置けますよね。よしよし、食べ物も結構充実してまいりました、こちら。